皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそナンバーアンダーバーアイが4月20日にブロウユアカバーのダンスパフォーマンスメガボルトを公開した前作のボートと同様にダンスパフォーマンスにフォーカスしたメガボルトであるナンバーアンダーバーアイが4月20日にブロウユアカバーのダンスパフォーマンスメガボルトを公開した前作の ボートと同様にダンスパフォーマンスにフォーカスしたメガボルトである。写真多数、平野翔神宮寺裕太岸裕太、ナンバーアンダーバーアイ初の海外ステージ。ボートのダンスメガボルトでは、はを意識した華やかなセットや小物の演出も見られた。一方、今作は歌詞の淡い月明かりを表すような薄暗い照明に。 先に公開されたストーリー基軸によるメガボルトの世界観を引き継ぐようなセットシンプルだからこそより彼らのパフォーマンスに引き込まれる3人横一列で始まり最初のメインパートを担う神宮寺雄太は優しさと力強さを共存させたパフォーマンスちょっとした指の動きや視線にも気を配り全身で自然と感情を表現できるのは彼の持ち味だと思う フォーメーションを変えながら冒頭45秒ごろからは岸優太のメインパートへこの部分に限らずだが岸は関節一つ一つの使い方が滑らか彼のしなやかな動きがこの曲によく合っていると感じる消えないほどキスした「出テの子」に口づけしたりサビの「ベイビーナウブロウユアカバー」での誘うような仕草だったり歌詞をなぞっていく振り付けも曲の世界観を深めるポイントだろう 終盤の見せ場である平野翔のターンでは、全く軸がぶれない体幹の良さに驚かされる。その燃え上がる感情をあらわにするかのような激しい動きの後、再び3人の動きが一緒になり、映像は幕を閉じる。ここまでが3分間のワンカット。1人ずつ個性がありながらも、統一感のある3人のダンスパフォーマンスについ見入ってしまう作品である。ブロウ・ユア・カバーの振り付けは、 以前にも彼らの作品に携わったことがある s アスタリクアスタリスクティキンのツのノッポが担当しているノッポは振り付けについて曲を聴いた時に心の内にもだえ苦しんでいる自分を隠しながらパフォーマンスしているような3人が浮かびそこをしっかり表現できるように意識しましたとコメントしていた1その言葉通り 今回のダンスは楽曲自体に込められた切なさや儚さが表現されているように思う。神宮寺雄太は優しさと力強さを共存させたパフォーマンス。ちょっとした指の動きや視線にも気を配り、全身で自然と感情を表現できるのは彼の持ち味だと思う。フォーメーションを変えながら、冒頭45秒頃からは岸優太のメインパートへ。この部分に限らずだが 騎士は関節一つ一つの使い方が滑らか彼のしなやかな動きがこの曲によく合っていると感じる消えないほどキスした「ベテの子に口づけしたりサビの「ベイビー・ナウ・ブロー・ユア・カバー」での誘うような仕草だったり歌詞をなぞっていく振り付けも曲の世界観を深めるポイントだろう終盤の見せ場である平野翔のターンでは全く軸がぶれない体感の良さに驚かされる その燃え上がる感情をあらわにするかのような激しい動きの後、再び3人の動きが一緒になり、映像は幕を閉じる。ここまでが3分間のワンカット。1人ずつ個性がありながらも、統一感のある3人のダンスパフォーマンスについ見入ってしまう作品である。ブロウ・ユア・カバーの振り付けは、以前にも彼らの作品に携わったことがある S ・アスタリスク・アスタリスク・ T ・キングツのノッポが担当している。 ノッポは振り付けについて曲を聴いた時に心の内にもだえ苦しんでいる自分を隠しながらパフォーマンスしているような3人が浮かびそこをしっかり表現できるように意識しましたとコメントしていた1その言葉通り今回のダンスは楽曲自体に込められた切なさや儚さが表現されているように思うブロー・ユア・カバーダンスのメンバー構成も重要なポイント前作の「ボートは」は 曲調もそう待って激しい展開とダイナミックな動きで圧倒していくダンスだった一方メローな R&B 調のバラードである「ブロウ・ユア・カバー」は細かな緩急はありつつも全体的には淡々と進んでいく印象を受けるそして神宮寺の後ろで平野と騎士が床を使った振りをこなしていたり平野の隣で騎士と神宮寺がターンを決めていたりと その時にメインではない2人のメンバーの動きに目を引くパートが盛り込まれている。曲全体を通して休む隙が一切ないのだ。こうして静かに延々と流れ続けるようなパフォーマンスが胸の内に秘めながらも止められない感情を表しているようにも感じられる。ブロウ・ユア・カバーのようなゆったりとした曲ならあえて踊らない選択肢もあったかもしれない。しかし、ダンスがあるからこそ。 曲中で歌われている抑えきれない恋心が視覚的にも伝わってくる。もうちょっと冷静には慣れそうにない、儚いほどまた溢れ出す気持ちがダンスで見事に表現されているように思う。ダンスも楽曲の世界観を表現する大事な要素である。ブロウ・ユア・カバーは曲とダンス、両方が合わさって深みを増す作品だと言えるだろう。そして今回の「ダンス・メガボルト」で。 どんなジャンルも踊りこなす彼らのダンススキルと表現力の高さを改めて感じさせられる繊細なパフォーマンスに引き込まれるただただ美しい3分間であるどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう